全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はおーきどじゃ。今回は、大変お待たせいたしました。指を振るバトルの時間でございます。今回ルールをさらに追加しまして、食べ残しが禁止となっております。やはり食べ残しは指を振るバトルにおいてある意味最適解といっても過言ではない最強アイテムだったのですが、全員食べ残しとなると結局不毛な争いになり、最後は悪動き合戦になってしまうので、今回はあえて禁止しました。食べ残しが禁止になって一体どのような環境になったのか楽しみじゃの。早速やっていこうと思うぞ。ピッピカチューマッチングいたしました。なにミラーマッチじゃと。わし、ヒイラギがミュウちゃん、ユウさんが味方でカビゴン、アンさんが敵でカビゴン、コウヨウさんが敵でミュウじゃな。すごい、このミラーマッチ。どっちが真のね、ミュウ使いか、カビゴン使いか、これで決まると言っても過言ではないの。早速やっていくぞ。おい、ボコボコにしてやろうぜ、あいつら。ケチョンケチョンのギタギタじゃぞ。これは負けられない戦いじゃな。さあ、おかわりくん。西野浩二、そしてわしは無職じゃな。相手のミュウちゃんの名前は何じゃ。ああ、名前変えてないのか。お前、その時点でわしの無職のミュウ以下じゃぞ。ああ、なぜミュウちゃんが無職かというと、まあ、ヒイラギミュウは無職ニート、つまりミュウちゃんも無職ってことじゃな。よろしく頼むぞ。お、相手の方が早いね。さあ、指を振って、あやぴかわしか、あカビちゃんにぶち当てていく。混乱して、そして無職の指を振る。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ、もやもや気分切り払いして、ロッククライムほら乗り越えたらグッグスマイル。いいね。お、ソーラービームしっかりと溜め込んでいく。いいぞ。攻撃指令ブンブンアロー YouTube。うわ、やば、ダメ。急所な、わしじゃなくてよかったな。ワンチャンミュウちゃん一撃で粉みじんになってたの、この無職な。うん、攻撃指令で働かなくちゃいけなくてハローワークに行っていたかもしれないぞ。ほっぺスリスリ、あー、麻痺っちゃうんじゃないこれ。でシンクロなんで相手も麻痺っていくと。はい、お互いに麻痺同士じゃな。体おい、無職働けよお前。あ、ちょっと体がしびれちゃったんで自分働けないいっすかっつって、お前ふざけんなよな。まあ、ハロは作れてくぞ。いいな、最高かった。わしが最高かった、打ちたかったな。西野浩二ボコボコじゃんお前。さあ、相手のミュウちゃん指を振ってパワースワッピングしていく。ニュンニュン、ちょっとこれ早すぎてよ。いや、自分しびれて動けないいっすか。お前ふざけるなよ、本当に無職だな。何やっとるんじゃ。お、 DD ラリアット強そう。おいおい、西野浩二ガチでボコボコなんじゃが。ミュウちゃん、おい無職ちゃんと働け、働かないとな。このままじゃ西野浩二あの世に行ってしまうからな。お、相手のミュウちゃんが動けないでいく。よし、ようやく働く気になったみたいじゃな。種マシーンが、あ、結構ダメ入るんじゃないこれ。自分こだわり鉢巻きいいっすか。これは結構ダメージ入るはずじゃぞ。いいダメ、いいダメ、いいダメ、働いてる働いてる。3回、まあまあもうちょっと当てて欲しかったな。岩石砲、お、いいね、結構ダメ出るんじゃない。頼むぞ。
ドン。うう。これ一気に逆転見えてきたな。パワートリック。攻撃と特攻が入れ替わる。あ、攻撃と防御。え、攻撃と防御が入れ替わるの？結構、あ、どうなんだろう。全然あのカビゴンの種族値わかんないんで何とも言えないですけど、強くなったんじゃないのこれ。わかんないけど、わしな、うん、ポケモンの種族値を勉強しない無職なんで、わしは。よくないことじゃの。シャドウパンチやめて。ね、ずるいぞお前ばっかな。わしもなんか攻撃技に転じていくぞ。悪だくみ、お前悪だくみしてる場合じゃねえだろ。あ、どうやったら働かないで済むかなっていう、そういう思案をしてるのか。親のすねかじろうか、それとも借金しようかなあ、それとも親戚を頼ろうか、友達を頼ろうか、そういう悪だくみをしてるんじゃな。水手裏剣いて。まあ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 、そんなにそんなにね、まあ塵も積もれば山となるとは言いますが、それでもこの程度のダメージだったら耐えられるはずやな。さあお相手のミュウさん、指を振って。ネバネバネット、お前ネバネバしてるの、お前ぶち込んでくんなよな。変態だったのか。自分しびれてる。いいっすか。お前ふざけ、ウッドホーン、いいぞ、回復していけ、いいぞ。いい技が出たね。このちょびっと回復が、後々大事になってくるかもしれないって言ったら、相手すげえ勢いで回復していくんだよな、フィラの実でな。お、睨みつけてガンつけてきた。おかわりくん、おい、これ変なかこれっつって、いや怖ーい、ドキュン怖い。え、わしも食らうの、マジ。さあお相手ミュウさん、こいつ全然まひんねえな。う、光を吸収して、やばいぞ。このターンでミュウちゃんを、おい、置いて光貯めてんのに、あ、自分いいっすかっつって、休んでる場合じゃねえぞ、ちゃんと働けよお前。トグロを巻いていく。どこに巻く要素があるんですか、あなた。そんなスリムボディではないですよね。ゴーストダイブ、やべえ、マジでやべえ、ゴーストダイブ打ってきた。え、羨ましい、わしもゴーストダイブ打ちたい。っていうか、こいつマジでちゃんとしたさ、物理技引けよお前、こだわりはハチマキなんだぞ。ソーラービーム、まあ耐えると思うけどなこれ。あ、西野浩二さんでしたか、じゃあ大丈夫です。そして木の実を発動してぶっくりと回復していく。さあそろそろやれよお前、ミュウちゃん倒せな、ギガドレイン。お、いいねいいねいいね、いいよ、はい、回復していく。やっぱね、無職は親のすねかじってね、あの搾取していくもんですから。お、リベンジいいね。おし、相手のミュウちゃんを倒した。さあゴーストダイブどっちに入るかだな。まあ悪だくみのおかげだったと。よし、ゴーストダイブはカビゴンに言ってたんで、効果ありませんでしたと。はい、一気に形勢逆転、無職の逆襲が始まる。さあ行くぞネット。まあでも悪だくみ積んでるから結構入るんじゃない。お、いいね。いや、悪だくみが結構効いてるぞこれな。ああ、この時のための悪だくみ、さらに光合成で相手を詰ましていく。あ、これ勝ったなっつって、ああ、相手、うわうわうわ、マジかよ、あいつ光合成しやがったっつって。ソーラービーム多くない、なんか。どんだけ光吸収して、お前ら陽キャすぎるじゃろ。そんなに日の光を吸収して何がしたいんじゃ、この陽キャどもが。さあ決めに行こうミュウちゃん、格闘技。もう陽キャの集まりだなこれ完全に。
陽キャしかいねえぞ、ここ陰キャ一人もいない。太陽好きすぎ問題な。ハイドロポンプ最悪日本バレで水の威力下がってんじゃん、これ全然効かないぞ。お前そこは大文字だろう。あい、聞きません。おい無職、今日晴れだってよ、ハローワーク行かねえか。お、当てろ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 、きかー、ピピカチュー。はーい、強い。ハローワークに行くってよ、この無職いや、いいね、ウォルダ組気合い玉、完全に決まった。ハローワークに行ってきます。マッチングいたしました、よろしく頼むぞ。味方が翔さん、トゲキッスで、相手がヒロトさん、カイジじゃな。で、ソウルさんが、あ、ライバルいるぞ、ライバル、セレビーな。たぐ、こっちのミュウちゃんのちょっとフォルムパクりやがって、お前、ぶっ潰してやるぞ。さあ、実は、先ほどの試合でミュウちゃん、無職ですね。無職じゃなくなりました。なんと、なんと、フリーターになりました。え、セレビーって意外とでかくない？なんか、お、なんかオーロンゲーのさ、サイズ感と比べてもでかいんだけど、セレビー意外と。闇雲おじ、おじとセレビー、また名前変えてねえのか？マジで。愛が足りないぞ。さあ、相手は、これはいたずら心じゃな、遠吠え。おい、なんかこのクソおじさんが遠吠えしてるぞ。攻撃が上がって、味方の攻撃も上がっていく。フリーター、お前頑張って、バイトでな、バイトリーダー目指してけ。捨てゼリフ、もうこんな会社やめてくるよつって攻撃と特攻を下げていく。毒毒はやばくない？あ、ちょっと、あ、でも大丈夫です。私シンクロ持ちなので、わし一人では毒になりません。はい、あなたも道連れです、セレビーさん。ちょっとミュウというかフリーターとセレビーは早めに退場になりそうだな。竜巻は効果なし。バン、これさ、同じ状態になるのかな、毒毒と同じ状態になるのか。あ、同じっぽくない？これだったら、まあ、多分これ幻のポケモン2匹両方先にお亡くなりになることになるぞ。さあ、何をやってくるんじゃ。やばい、プリズムレーザー、ビビ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 、プリズムレーザーやばすぎない？お前怖い顔とかすんなって、お前怖い。お前あれだろ、機嫌悪そうにレジ打ちやってるお前コンビニの店員だろそれ絶対な。あ、よっしゃっさみたいな、やめろよ、愛想よくしろお前。あ、力吸い取られていく。あ、これやばい、結構回復されるぞ。A にばっこり振ってるからな。いや、全開されたわ、最悪や、マジで。さあ、指を振っていけ。放電。はい、ビリビリ。ちょっと、爪楊枝おめえよ、自暴自棄になんなよ。お前、自暴自棄になってさ、なんか、もう全部ぶっ壊してやるっつってさ。会社の備品とか壊してんじゃん絶対爪楊枝効果抜群。あたい、あ、なんか相手やばくね相手やばくね。もうこれ絶対仕事辞めるわ、このフリーター、このフリーターもう仕事辞める気満々だもん。もうぶち回す。うわあ
あでもセレビーも死んだわ相手もヤンキーだったみたいじゃな。バイバイフリーター退職お前ステルスロックとかやってる場合じゃないだろう。爪楊枝お前、多分闇雲おじさんが先に動いちゃうから。草結び、いやこれは大丈夫じゃないか。いやでも HP 少ないからな。死ぬか。あ、対戦ありがとうございました。これによって分かったことは、みゆちゃんは、退職して、無職に逆戻りといったところですね。マジでフリーターにして損したわ。マジクソ。マッチングいたしました。な、なに？メタモンじゃと？また面白いポケモンできたな。ハッピーさんが味方でメタモンと、でフェンリルさん敵でトゲキッス、海星さんがあれじゃな、オーロンゲじゃな。ということでよろしくお願いします。ちなみに悲しいお知らせがあります。みゆちゃんはですね、無職になりました。よろしくお願いします。さあ変わり者で手羽先キッス、やっぱりみゆちゃんにはちょっと早かったんだね、バイトも。すぐ切れ散らかしてやめちゃったからな、この子な。やっぱり社会不適合者に仕事は難しいのかもしれないの、ほんとな。雷パンチやばくない？あ、わしだったらまあ大丈夫、そんなに。さあ不適合者ミュウちゃん、グラスフィールド、まず場を整えていく感じやな。さあ指を振って炎の渦、おー働くねー。これ定数ダメじゃなかったっけ。そうだよな、定数ダメだよな。これかなりでかいぞ。シンプルビーム、あシンプルビームって確かさ特性変わっちゃうんだよな。無職が単純になったわ。単純な無職ってお前もうカスじゃん、ただの。いいね。さあ何してくる？だからさお前強くねえ、お前マジでいい技引きすぎでしょ。働いていけ単純な無職、いけ。フレアドライブ、これ結構ダメージ入るぞ。ピッピカーチュー、おはー、強いけど反動でけー。無職働いた、この働きっぷりやばいでしょお前炎の渦に連チャン打ちやがった。それだったらオーロンゲに打てやお前ドレパン今一つ、そんなに回復されないはず。いいね、回復していく。オーロンゲとミュウちゃんだけなんだな回復するのは。地に足つけてるのが一応この2体と、トゲキッスは飛行タイプだから空飛んでるからグラスフィールドは効かないって感じだね。さあ何してくるんじゃ。お前そろそろカスみたいな技引け。魔法の粉怪しいね、薬物進めてくな。氷の牙いいよ、ナイス。いやー見せ場出るねこれ、完全に見せ場。もうこれねミュウちゃんね、もう完全にこう見せてるみんなを。ああみゆちゃんがやるべきことは就職ではなかった、 YouTuber だったんじゃな。そういうことよ、みゆちゃんはね、もう最初から仕事する必要なかった。こうやってプレイでこのな視聴者を見せつけると。ああつまりこのみゆちゃんはわしと同じ YouTuber になるべきだったんじゃな。
よし、みゆちゃん、YouTuber になれ。ブンブンやろう YouTube っつってなっていけな。決めるぞ。は、オーロンゲ食べ残し持ってる。嘘だ。マジ？飛びかかる。ふん！やっほー！はい、YouTuber です。いやー、決まっちまったな。ということで、このみゆちゃんは無職、フリーター、そしてさらに無職になり、最終的にはユーチューバーとなりました。おめでとうございます。わしと似たような人生送ってるんですね。ちなみにユーチューバーは無職です。これからも動画投稿頑張っていくので、ぜひとも応援よろしくお願いします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピカチュウ。